ヘド岬からの足盛り足盛りの岩山蘇鉄群落、大石林さんは沖縄県国神郡国神村に所在する株式会社なんとが運営する観光施設である。大石林さんは国神村のヤンバル国立公園内にある切り立った岩山と安熱帯自然林のトレッキングコースが整備された観光施設で敷地,地は企業の私有地で東京ドーム11個分の面積である。ドラマ 映画、CM などのロケ地としても使われている。2018年4月には沖縄石の文化博物館とレストランを新設した。2億5000万年前に形成された石灰岩が長い年月をかけて雨水などの浸食によりできたカルスト地形であり、先端が尖った祈願石が多く中国の石林を思わせる景観となっている。熱帯カルストとしては 世界最北端の地とされている。沖縄本島の北端で、ヤンバル国立公園内に位置する。展望台からは、ヘドミサキや公天寺には、天見群島の与論島や沖の選ぶ島を望むことができる。近隣の観光スポットとして、ヘドミサキ、カヤウチバンタ、ギホン王の墓、ヘドサヨン松並木、ヤンバルクイナ展望台などがある。大城一郎監修のもと、 沖縄県41市町村の代表的な岩石標本とともに石製民部類を収集し石と石の文化を展示紹介している。入館無料。アグー豚を使用した料理を提供している。ありがとうございます。